はい、ということで皆さんこんにちは、そこしゅうです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではスニーカーやファッションにまつわるレビューや店頭抽選の様子を中心に、バンドの音楽活動、食や旅といった幅広いカテゴリーの動画をお届けしております。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、本日の動画でございますけれども、いや急に来ましたね。ということで今日もですね、元気にスニーカーを狙っていく動画なんですが、これは本当突然発売告知がされた大注目コラボが本日リリースということでですね、かなりノーチェックだった方多かったんじゃないでしょうか。もうリークも全然出てなかったので、そういった意味では非常にサプライズな一足なんでございますけれども、今日リリースされるのがですね、僕の大好きなキスとニューバランスのコラボレーションによるですね、990V2V3 それぞれ1カラーずつリリースということで、これもこの間のルックブックで初めて公開されたんで、ちょっと4日前とかっすよ。ほんとうまいね、このリーク操作というか。もうキスに関してはロニーがもう情報操作をさめて徹底してるので、まあ、ナイキとかだと出ちゃうんですけど、もうほんととにかく事前にリークが出ないことで有名でございますけれども、もう今回のサプライズもワクワクということでですね、今回キス東京でも発売がありますので、僕はですねキス東京の方に伺いたいと思ってます。で、今回発売されるカラーなんですけれども、まあ有名なのはこちら V3 でございますね。990V3 のスティールブルーということで、まあキスの提案するですね名物カラースティールブルー、一番最初に992998とリリースされて、その次 V2 も出て、今回ようやく V3 ということで、色合い的には、同じですね。でもフォルムがスポーティーになるので、よりちょっとね面白い感じの仕上がりになっておりましてですね、まあ一説にはこの間リリースされたテディの、ネイビーカラーとめちゃくちゃ似てるんじゃないかってのはありますけれども、まあ靴紐がねスティールブルーだったり、まあ、見どころたくさんな一足でございますんで、まあ非常に狙っていきたいなと思う一足ですね。で、もう一つがですね、まあ濃いベージュカラーというか、まあタンカラーと呼ばれるようなですね一色の V2 でございますね。これもね秋冬っぽくてねいいよね。この一色シリーズもですね、キスは有名で、あのダスティーローズだったりだとか、あとはブルーなんかもね V2 で出てましたけれども、まあそのシリーズの新色という感じでですねリリースということで、まあこの間ね990シリーズ10周年記念の4型出ましたけれども、もう間髪入れずに今年も出るのかということで、今年はキスニューバランスイヤーだなということで、まあ、非常に盛り上がってる次第なんですが、この2足を今日はですね店舗で狙っていきたいと思います。で、今日のですね店舗ルールがですね、9時から9時半の間に集合していただいた方に整理券をお配りしますというアナウンスがございます。まあ、といってももういつもの感じだと多分8時ぐらいから並んでるんですよ皆さんね。なんですけど、まあ僕は9時ちょい前ぐらいに様子見に行こうかなというような感じで行ってみたいと思います。どうだろうな、モデルによってもこの間の10周年の並び方違ったし、まあ、V2 がねそこまで人気じゃないのかなっていうような気はしてるので、まあ合わせて500人ぐらいかなというような目測を立ててるんですけれども、平日金曜日のリリースなので、そこら辺で増減があるのか、そこら辺もですねしっかりレポしていきたいなというふうに思います。楽しみにしててください。いや急に決まったリリースですが、ちょうど今週はね狙うスニーカーがなかったので、あやったというような感じだったんでございますけれども、まあ、ワクワクしながらですね、こちらのサプライズドロップキスニューバランス 990V2V3 狙っていきたいと思います。それでは早速キス東京に向かうところから始めていきましょう。ということでですね、宮下パークの方に着きまして、来たわけなんですけど、今現在ですね集合時間の、まあ、10分前ぐらいですね、9時集合9時半締め切りというような感じのですねスケジューリングでございますんで、まあ、10分前なんですけど、もうすでに結構並び始めてはいますね。はい、でもねまだね4列整列にはなってないので、多分スタッフはまだ来てないっていう感じだと思いますね。
現状こんな感じになってます。はい、ドンということで、こんな感じでね、今1列で皆さん並ばれてると。本当はね、ここに4列になるはずなん でさっきね、一周ぐるっと回った時に人数若干数えたんですけど、まだね 4,50 人ぐらいなんで、まあ9時以降にバーっと人が来るのか、そこら辺は僕もまだ分かってないんですけど、まあ1000人とか行くような感じではないのかなという温度感感じてますが、とりあえずは僕もぼちぼち並び始めようかなというふうに思います。ということで、まだね1列状態なんですけど、もうぼちぼち9時ということで、最後尾探したらなんとですよ、はい、この後ろにニトリがあるんで分かると思いますけど、もう一周ぐるっとニトリぐらいまで来てますね。さっき見た感じ5、60だったんですけど、もう多分200は行ってんじゃないかな、100、200は行ってそうな感じなんで、結局5、600は来るのかなというような、印象でございますけども、ちょっと引き続き待ってたいと思います。多分整列されて、僕のあたりだと多分公園の方になると思うんですけど、とりあえず整理券もらうまで待ちたいと思います。ということで、今公園前の方に移動してきました。やっぱり多分こう200前後かな、210番とかそこら辺の整理券番号の場所だと思います。で、人がやばいですね、続々と来てるんで、ひょっとしたらこれ700人規模ありえるかもしれないですね。700、800、かなり増えてます。はい、今んとこまだ400人ぐらいかな。引き続きちょっと待ちたいと思います。ということで、僕は195番でございますね。やっぱり200番近辺ということなんですが、ちょっと恐ろしいことにね、並びの列の勢いが全く途絶えないですよね。5、600かなと思ったんですけど、これひょっとしたら1000ぐらいいくかもしれないですね。すごいな、とんでもない人気ですけど、これ集計できんのかな。もうすぐね9時半なんですけど、多分9時半からは抽選始まらなそうですね。僕は今日また大学がありますんで、いつも通りですね、当たりがですね何番かという問題はですね関係なくですね、100番以内を当てないと僕は買えないので、とりあえずまあ総数の数次第ではあるんですけど、かなり厳しい戦いになってきたっていう印象ですね。ちょっと抽選が始まるまで待ちましょう。ということで、今9時50分になりまして、まだね抽選も始まってないんですが、今ようやく整列が終わったという感じですね。いや、体感1000近い気がします。はい、かなり今回は多い、まあスティールブルーってこともあると思うんですけど、かなり今回はね人が多いような印象でございますんで、これから多分整理券配りは抽選始まるの10時20分とか、なんかそんくらい寝そうな気がしますけど、また引き続き待ちたいと思います。最悪なことに今雨が降ってきましたねこれ絶望してる人絶対多いだろうな。まだパラパラシャワーなんで、まあすぐやみそうですけどね。やばい並びになってきましたよ。なんか移動が始まりましたね。いつもだとねスタッフの人たちが回ってきてくれるんですけど、今回多分後ろが長すぎるんで僕らが移動するスタイルになってますね。キスの店舗の前まで行って抽選する形ですね。一応700人は超えてるみたいですね。で、当たりが350ぐらいまでらしいです。とりあえずまあ僕は当たりの数関係なく100番以内引かないと買えないんで頑張りたいと思います。356番。さ
あということで、今ですねキス東京で引いてきまして、はい、こちら346番当たったんですけど、集合が2時20分なんでダメっすね。僕はもう今日ね金曜日は大学で教えてるという関係もあってですね、100番以内当てないとちょっときつかったので、もう潔く諦めるしかないかな。でね、一応総数は726でしたね。そんな並ぶんかって、1000はさすがにいかなかったですけど、726分の300、まあ2分の1で当たるって感じですけど、数がどうかだよね。正直言って多分後ろの方だと、僕のこの346になってくると僕の足のサイズは絶対残ってないと思いますけど、まあそこら辺はね本当は調査したいんですけど、大学を休むわけにはいかないので、まあ今回はスティールブルーがかなり人気だと思うので、まあ V2 もしかしたらいっぱいあるのかな、数にしては。僕らちょっとそこら辺分かんないんですけど、まあ一応来れたら今日授業がね、やり終わった後に行こうかなというふうに思います。でもういきなり暇になっちゃったんで、一応メシテロとですね再来週のライブのですね、リハ風景なんかを撮りましたんで、そんなのをお届けしようかなと思います。ということで、まずは飯テロなんでございますけれども、今日もラーメンということでね、このラーメンちょっと面白いんでお届けしたいと思います。前多分撮ってないと思うんですけど、駒沢にあるですねこちらのラーメン屋さんでございます。はい、どんということで、こちら下木原さんですね。こちらね入り酒というちょっとね梅っぽいような味のするですねラーメンなんですけど、めちゃくちゃうまいんで行っていきたいと思います。はい、どんということで来ました。こちらが煎り酒ラーメンということで、カツオと梅の風味が漂うスペシャルなラーメンということでいただきたいと思います。Vlog に使います。ハロー、はーい、エビバディー、はーい、はーい、ブンブン YouTube、 あー、ブンブン使える
さあということでですね、メシテロそしてですねバンドリハ見ていただきましたがいかがでしたでしょうか。今回のメシテロ入り酒というですね、カツオと梅の出汁かな、なんかねすごく面白い味がするですねラーメンなので、もし駒沢付近行った方はぜひ行ってみてください。そして来たる9月21日のですねリハーサルも順調にですね進んでおりまして、もうねお聞きいただいて、ちょっとねあの録音環境が悪いんでサックスとかちょっと聞こえづらかったと思いますけれども、かなりですねグッドバイブスでグッドグルーヴでですねお届けしておりますので、ぜひ皆さん9月21日はですね久々の朝岡シュランドとジャックバンドのライブ遊びに来てください。詳細はね概要欄の方に載せておりますけれども、もうお一人様でも大歓迎ですし、今回対バンにねサックス奏者の山崎ゆりちゃんをお招きしておりますので、もう最初から最後まで音楽尽くしでございますので、ぜひ皆さん生音を感じに遊びに来てください。ということで、まあ今日のキスに関しては残念無念なんですが、この後ですね一応オンラインの発売もありますので、そちらはライブ配信でちょっとチャレンジしようかなというふうに思っております。店舗に関してはね一般は確かあのベージュの方は、あったみたいですね。ただスティールブルーは完売と、二足買いしてる人もいればスティールブルーだけの人が圧倒的に多かったっぽいんで、まあ、そういった意味では、ベージュの一足が最後までねあったんで、まあ一応明日もですね僕ラスルアスレティックと、キスのコラボレーション並びに行く予定なので、フットウェアフロアにね入った時はチェックしてこようかなと。おります。それでは2日連続のキス会1日目終了ということで、明日も頑張ってお届けしていきたいなと思うので楽しみにしててください。それでは今回の動画面白かったと思ってくれた方はぜひチェックボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next movie。 じゃあねー。